これもチャンスになりそうだ。また1対1ですね。グスタボ、グスタボ横パス、あっと決定的なシュートは来た。2点目、決めたのは39番島田慎太郎。いやー、まあグスタボですね。ポイント作ったのはグスタボ。この試合1ゴール1アシスト。あの形でこう前向かすと、まあ、抑えるの難しいですね。リプレイが出ます。まずここで島田ですよね、はい、島田からグスタボに出して、でグスタボ自分で行かずに島田へ。で島田落ち着いていました。まあ、作りのところから島田かかりましたけどね。前半ほとんどああいう場所でボールもらえなかったんですけど、自分で作ってグスタボに